い、どうもよろしくお願いいたします。洋式居酒屋からゲームでブログ忍者対戦って知ってるのコーナーでございます。私、洋式居酒屋から店長、中石真澄でございます。大阪、南で飲み屋やってるんですけれど、そうですね、まあ、今年も明けますし、来年も潰れずに済みそうです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回は、アップデートの内容について、まとめていこうかなと思うんですけれど、まずは1個目がこちらかな。よいしょ。新しい学生忍者、なんですけれど、アグニさんがね、一定回数だけ隕石を召喚すると、空から巨大な隕石を落として敵に5回の非属性ダメージを与えますと。まあ言ったら単純にアグニさんの強化ですよね。で、今僕プラス4まで上げたんですけど、隕石が17個召喚するたび空から巨大な隕石をってなってますね。で、まあ、もともとは25だったんで、もしかしたらプラス9になる頃には10個とか11個くらいまで下がるのかなとは思います。もともと、めちゃくちゃね、優秀なユニットだから、なんか、これで覚醒されたら単純に強くなった大化けではないので、あれですね。なんか、いまいちちょっと盛り上がりに欠けるけど、非常にありがたいアップデートですね。ありがね、ほんとありがとうございます。で、正直、まあ、なんだろう、クリアに、なんか、もろに影響するかって言ったら、まあまあ、って感じですね。下女王、みゆき、ですね。みゆきさんは、まあ、防壁が活性化しられただけ、水の属性が、ダメージが上がると。まあでもこれも使いどころ難しいっすよね。だって防壁なんて、なんか一瞬で砕けるもんだから、まあ使いどころが、まあ鬼面退治とかでうまいこと使えばめちゃめちゃダメージ出るのかな。この水属性ダメージの出方ですよね。これめちゃめちゃ増えるんだったらありかなとは思います。まあ使いどころ難しいっすね。では。はい、次の、情報ですけれど、新しい忍術が出ました。天使化の仮面か、天使化の面かな。まあ、これに関しては、煉獄と一緒ですね。はい、まあ、これ、強いですね。あと、なんだろう、スキル上げやすいんで、すぐにマックスに強化したらめちゃめちゃ火力上がるんじゃないかなと思います。で、おすすめとしては、鬼面退治で、また右端と左端で引っ掛けるように当てると天使化の面で2発当てれるんで木の3の玄武の憤怒よりもダメージが出るなっていうのだけは分かったのでスキルが低く天使化がスキルのレベルが低くても火力が出るのでまあそれは使いどころがいいのでありかなとは思いました。まあそれ今のところ僕が使えるなと思ったのはこれくらいでしたね。うん、でもまあでも、木がね、いかんせん火力がすごい弱かったんで、鬼面退治ですごい苦戦するところだったんで、これでちょっとはマシになったらいいなと思います。で、次なんですけれど、新しい忍者ですけれど、新しい星5忍者、自らデク人形の兵士となることを買って出た狂気の忍者、まあ確かにね、なんか自分から死にに行こうとしますからね。それは狂気って言われちゃいますよね。デクをというね。なんか、シンプルな名前ですね。これはね、天使化の面の火力が上がっていくという感じですね。強いんやろうけど、やっぱりなんかシンプルな、なんとかリン酸シリーズの、この貴属性のニーズをもう一度発動しますっていう、このシンプルに強いのに比べたら、どうなんかなってめっちゃ毎回思うんですよね。新しいキャラが出るたんびに。そっちのが、まあ、これだけこう、なんだろう、お膳立てというかね、バフをかけてもらってたら、まあ、ダメージ超えれんのかなと思ったりもするんですけれど、どうなんでしょうね。まあ、なんか、まあ正直、これいう系をマックスにしてる暇があんまりないので、なんとも言えないんですけれど、まあ、まだ、なんとか、木林、かりんさんとか、マッチ系で僕は行きます。次ですけれど。新しい力のは、これ僕すっかり忘れてたんですけど、ありましたね。馬の輪でございます。
こちらステージ弱化効果現象ということで、まあ、単純に敵が弱くなるってまたもうよくあるやつですね。敵を強く、自分を強くするのはいいんですけども、今度敵を弱くするっていう方向のね、ステータスのね、調整ですね。ありがちです。で、まあ、次のアップデートなんですけれど、もう僕は、正直、鬼面退治とか、なんか、グローバル PVP とか、なんかそういう、ちょっと上級者人向けのステージは、正直わからん。もうわからんので、本当にわからんので、この4番の里任務の改変で、里任務で霊痕跡を消耗しなくなりますっていうのがありますね。これは非常にありがたいですね。月曜日にね、やるぞっつってパッパッパってやっても、やっぱり3分の1くらい残っちゃうんで、もうなんかね、暇な時に一気に終わらせたいなっていうのはあったんで、助かりますね。なんだったらもう、上のやつを押したら自動で下から全部救ってくれたら、次のステージに、次のステージで回してくれたらすげえ助かんのになって思いますね。まあ、これのおかげで、まずデイリーだと38個まあ、それくらいのね、霊痕跡が節約できて、週間任務だと200個以上は、霊痕跡を使っているので、それを使わずに、本編に注げるというので、まあ、かなり経済効果がありますね。これはありがたいですね。本当に助かります。もうそれ、あとなんか、なんだ、月曜日バタバタするのに、なんか里任務やんなきゃっていうので、わちゃわちゃするから、助かりますね、本当に。そういう個人的な感情で、ありがとうございますっていう感じで。で、次回のね、バージョンアップですけれど、多分年内でもう一個くらい何かするのかなとは思うんですけれど、多分、正月くらいに、ふんふんつって、ふんふんって、人情対戦やろって言ってたら、そのアップデートかなんかの影響で引っかかって、忍者対戦を正月に快適にやりにくくなるのではないのかなっていうのは、勝手な予想です。はい。はい。もう、まあ、外れたら出し、まあ、失礼なことを言っているので、はい。本当に申し訳ないです。でもね、まあ、なんか、結構ね、まあ、でも大変だと思いますよ、本当に。ゲームの更新だとか何とかって。もうわしじゃ想像つかんもんね。って思います。まあ、でもね、やらせてもらってるんで、ゲームね。ありがとうございますっていう感じで。こうやってね、ゲームの動画とかをね、作って皆様と交流が取れるともありますんで、もう感謝しかありません。という感じで、今回は、まあ、新しいアップデートについてお話しさせていただきました。またね、また次は、なんだろう。またお金稼ぎについて、まあ、ちょっとしたね、テクニックをね、紹介できたらなと思っております。という感じで、幼少期作家からゲームでブログ、忍者対戦って知ってるのコーナーでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またよかったらチャンネル登録、Twitter フォローなどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。